どうも、あいちです。今回は告知をさせていただければと思っております。よかったらお付き合いください。で、明日12月16日ですね、こちらの本、自宅学習の教科書っていう、教科がこっちの漢字なんですけど、教科書という本を出版させていただくことになりました。ありがとうございます。今回こちらの本はタイトルにもあるように自宅学習、つまり家で勉強するっていう部分を強化していく、効率よくね家で勉強してほしいっていう願いを込めてそのアドバイスがしたいなと思って書いたものになります。で、実は今回メインターゲットが中学生と中学生のお子さんを持つ親御さん向けに作ったものになります。ただ小学生とか高校生が読んで全然ためにならないじゃんっていうものにはならないようにしたくて、そこは汎用性をかなり持たせてあります。だから読んで何かしらためになるというか、そういったエッセンスは入っているものにはなっているんですけれども、一応メインターゲットは中学生とか中学生のお子さんを持っている親御さん向けに作ったものなんだっていうのを念頭に置いて買うかどうか決めていただけたら嬉しいです。で、特徴が今ね目次がずっと出てると思うんですけど、めちゃくちゃテーマが細かいんです。で、1個のテーマに関して多くても4ページしか書いてません。つまりサクサク次に行きます。で、とにかくですね、今回は中学生がメインターゲットっていうところもあったので、で、自分が中学の時にほとんど本を読まなかった人間なんですよ。で、なんか疲れちゃう人間で、で、そういった方でも読みやすい本にしたかった。で、読みやすいからこそ読んで不運で終わらずに実践までしてもらえるっていう、そこまでをこだわって作っています。なので、できれば、今コロナの関係で外なかなかね出にくいとこではあるんですけども、書店さんに行っていただいて実物をなんかパラパラって見て、それでこう、あ、ちょっと読んでみたいなと思うかどうかで購入するか決めていただきたいんですけれども、もしねこの動画を見てちょっと買ってみようかなって思う方は、下に Amazon のリンクも貼っておきますので、そちらから購入していただけたら嬉しいです。で、最後に今回フォレスト出版さんから出させてもらってるんですけども、ラストのページに配置が解説する本書の読み方っていう動画のリンクが書いてあるんですよ。で、これなんかこれを本当読み込んで見ないと動画見れないらしいので、もしご購入いただいた方はこんな感じで喋ってます。多分ね同じ服ですこれとさっき撮ったから。で、それを見てから読んでほしい、できれば。特に中学生にはもちろん強制はしないんだけど、自分だったらこの本をこう読んでほしいっていう願いをその動画に込めて喋ったので、よかったらね購入していただいた方、買いました、購入していただいた方はそちらを見た後に本を読んでいただけたら嬉しく思います。ということで、久々の告知動画でちょっとね緊張しましたけど、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、こちらのね自宅学習の教科書、ターゲットも絞られてるものですので、もうこれを見た方は全員が買ってねっていうものではないです。なので、さっきも言いましたけど、できれば本当中身見ていただいて気になったら買うぐらいでいいと思ってます。でも自分の中では、スタッフの方とね本当にこういっぱい話し合っていっぱい時間かけて自分が伝えたいもののエッセンスをね抽出してもらって作り上げた本なので、全部が全部ためになるとは思ってませんけども、何かしら一つ二つ三つぐらいはなんか読んでよかったって、これじゃ試してみようって思ってもらえるものが発見できる本にはなっているかと思いますので、よかったら皆さんのね人生の一冊の人生のお供の一冊かにしていただけたら幸いです。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。以上、あいちでした。